ラデーサーさん、見てください、茶柱ですよ。何かいいことが起こりそうですね。あ、違いますね。いいことはもう起こっていたんでした。アイドルになって毎日楽しいですから。プロデューサーさんと一緒だといいことが起こるんですよ。茶柱みたいですね。みんなとお揃いのパジャマで眠ったらすごく楽しい夢が見られそうですね。もう困りましたな。何度やっても添い寝している様子がうまく表現できません。一緒にお昼寝をしているような写真ということですよね。何が足りないのでしょうか。なるほど、相手への思いですか。小さい子と一緒に、あ、思い出しました。私も小さい頃、おじいちゃんとよくお昼寝をしたんですよ。日向ぼっこをしているうちに一緒に眠ってしまって、ポカポカして気持ちよかったですね。わかりました。それではもう一度挑戦してきますね。えいえい、おー。プロデューサーさんのおかげで無事に撮影が終わりましたよ。なんだかいつもの撮影より安心してしまって。眠くなってしまいました。はあ。おや、あくびが映りましたね。もう少しだけ我慢してください。シアターに戻ったら今日は私と一緒にお昼寝タイムにしましょう。